平野紫仕様の謎の個人事務所、株式会社仕様の中身に迫るダンススクール開校の噂は本当かこんにちは、皆さん。平野紫仕様のファンの皆さん、そしてキンプリファンの皆さん、お待たせしました。元キングプリンスへの平野仕様が新たな舞台に再び登場しました。 彼は、滝沢秀明さんが立ち上げた、とべ、に合流することを発表し、ファンたちは彼の活動を待ち望んでいます。しかし、今回の記事では、とべ、合流以前に注目すべきことにフォーカスしてみましょう。個人事務所、株式会社仕様の謎とは平野仕様のファンが SNSA で突如として注目した言葉、株式会社仕様。 この個人事務所には一体何が隠れているのでしょうか今年6月、週刊女性、市では平野市用と神宮寺ゆうたの、とべ、交流について報じられましたが、その際、平野市用が個人事務所を設立していたことも明らかにされました。この個人事務所にはどのような秘密が隠れているのでしょうか株式会社使用の実態。 ファンたちの関心を引いた株式会社仕様について、まずはその実態に迫りましょう。この会社の本店住所が平野仕様のアーティスト活動もしている弟である陸くんのアパレル会社と同じ場所にあることから、多くのファンが紫輝くん自身がこの会社を設立したと確信しています。 また、さらなる興味深い点として、この会社の本店住所が、平野兄弟が通っていたダンススクール、カンクキットとも同じ場所であることが浮上しています。リク君はここでインストラクターのアシスタントもしており、ウ君もダンススクールを運営するのではないかとの噂が広まっています。法人等規模の情報。さらに、この個人事務所。 株式会社仕様の法人等規模を調べると、7月7日、つまり、戸べ、への合流を発表した日に、平野仕様自身が代表取締役として会社を設立していたことが明らかになりました。さらに、取締役には仕様君のお母さんも名を連ねているとのことです。ダンススクール運営の可能性。そして、ここで最も注目すべき点。 会社の目的には、一般的な芸能事務所でも見かける項目が並んでいますが、その中でも特に気になるのが、ダンススクール、ダンススタジオの運営及びダンスインストラクターの養成を及び派遣という項目です。つまり、平野紫耀が自身のダンスの実力を活かし、ダンススクールを開く可能性があるということです。 潮君は幼少期からダンスを学んでおり、その実力は群を抜いています。キンプリのリハーサルでは、ダンスが苦手な長瀬廉さんに優しくアドバイスするなど、教える能力も高く評価されています。将来的にダンススクールを開設し、新たな才能を育てる場所とする可能性は高いでしょう。また、飛べ。 では新人発掘のオーディションも行っており、平野紫耀が若手アーティストたちにダンスレッスンを行うことも考えられます。結論。平野紫耀の株式会社仕様はファンにとって大きな興味の敵となっています。この個人事務所がどのような活動を展開するのか、今後の彼のキャリアにどのような影響を与えるのか、楽しみでなりません。 彼のダンススキルと教育への情熱が結集し、ダンススクールを開設する可能性も秘められていることから、ファンたちは今後の彼の動向に注目し続けるでしょう。平野耀の未来は明るく、彼が作り出す新たなエンターテイメントの世界に我々はワクワクさせられています。ますますの成功を願って、塩くん、頑張ってください。読者への挨拶。 平野の仕様の未来についてのこの記事を読んでいただき、ありがとうございます。彼の才能と情熱を支えるファンの皆さんに感謝の意を表します。彼の新たな冒険に期待しましょう。